はい、こんにちは。沖縄おばばです。はい、バナーさんがここにいます。はい。今日は、チナミンチェックのスカートを履いています。はい、えーとですね、昨日ね、あのー、グラタンちゃんのことですね。え、あれで、なんか、あのー、排泄されるっていう風にね、書いてないじゃないかっていうお声がありました。はい。 <laughs> 補足の動画です。すいません。えー、実は貼り忘れてました。はい。えー、というのも、あのー、グラタンちゃんのね、排泄はね、他に実はあの動画があったんですよ。はい。えー、それをね、ちょっと貼るのを忘れてて、忘れてしまって、えー、ああいうことになりました。申し訳ございませんでした。 はい、えー、ニコニコですね。ニコニコの動画の方です。はい、こちらね、あのー、コメのところにペタンコしてきますので、えー、まあね、えー、よく、何て言うのかなあ、見に行ってください。はい、えー、まあ、一目瞭然だと思います。はい、えー、まあ、なぜね、あのー、ちくわかまぼこね、えー、3本も4本もね、 こう、食べなきゃいけないのかということなんですよ。はい。えー、まあね。えー、いわゆるグラタンちゃんですね。グラタンちゃんがね。えー、排泄されてしまうからっていうことなんですよね。やっぱりグラタンちゃんをね、ずっと、あの、確保し、し続けるためには、あのー、なんていうのかな。人間の新陳代謝でね、排泄されてしまう分をね、補充しなければいけないですからね。 ま、そういうことです。あの、グラグラたんちゃんはね、あの、いわゆる、<laughs> ね、えー、なんて言ったらいいんでしょう。あんのね、あんですね、あんの、はい。えー、あんのね、てなてなーの役割をしますのでね。あんのね、えー、てなてなーですね。なので、これが排泄されてしまうと、もうね、えー、どうにもならなくなると。 はい。まあ、こういうのはね、あのー、結構、あのー、どうすれば早くこれが排泄されるのか。まあ、いろいろ報告は上がってきてますね。えー、私がご紹介したように、ニンニクちゃんをね、毎日食べてたら、あ数字がなくなったとかね。えー、あとね、あのー、日本酒を毎日飲んでたらね、えー、数字がなくなったとかね、えー。そういうことです。はい。 なので、えー、グラグラちゃんはね、グラタンちゃんですね、は排泄されます。はい。えー、そういうことです。はい。えー、これね、あのー、ぺたんこしときます。はい。あのー、コメントこん、コメですね。コメコメントころにね、ライスのところにね、ぺたんこしておきますので、えー、ぜひぜひ見に行ってください。えー、一応証拠になります。はい。こういうことです。なのでね、えー、前はね、この数字がね、あったけど、えー、なんかね、 えー、時が経てばね、えー、亡くなったっていうのは、このグラグラちゃんがね、排泄されたからっていうことで、えー、間違いないと思います。はい、えー、まあ、あの、肝心のね、ボットの方がね、入ってなければ、もうこれで、えー、何も問題は起きなくなりますけどね。まあ、そういうことです。はい、えー、まあ、えー、ぜひぜひ皆さん、あのー、ね、 えー、ちくわかまぼこをね、えー、いただいてしまった人は、あ、どうぞどうぞ、あのー、参考に、あの、動画で、えー、前にもな、い,いくつかあげてますので、えー、こういった動画を参考にして、えー、まあ、デトックスをやってみてくださいということですね。はい、えー、そういうことで、えー、グラタンちゃんです。はい。グラタンちゃんは、排泄されます。ということです。 はい、えー、これね、に、ニコニコです。ニコニコ。はい、見に行ってくださいね。えー、こういう仕組みになってますよ、ということをね、えー、これ、あのー、一応ね、説明してますので、はい。よろしくお願いいたします。はい。えー、忘れて、肌張るの忘れてて、本当に申し訳ございませんでした。はい。えー、今日改めて出しますので、えー、どうぞ皆さんね、えー、見に行ってくださいませ。 はい。それでは皆さんまた沖縄ババでした。これからですね、えー、サブちゃんの方の、あの、液境の知恵ですね。こちらの方の動画を撮って、えー、今日中にね、えー、アップしたいと思いますので、どうぞお見にいらっしゃってくださいませ。えー、なおね、あ、えー、っと、概要欄にね、 えー、一応、あのー、書いておきますけど、おサブちゃんの名前は、沖縄おばば2になります。2、はい、2ですね。はい、そういうことでございます。はい、今日のね、えー、今日は、あのー、この後ね、 液駅教の知恵の、台湾師範大学の、総司教教授のお話を、お、あげます。結構長くなると思います。もう原稿用紙ね、何枚分かなかなり、あの、大変なんです。レポート用紙、裏表、二2枚あ、全部、あの、使ってますので、かなりの量です。はい。頑張って撮りたいと思います。はい。それでは皆さんまたご機嫌よう。沖縄おばばでした。